魅惑的なグルメの数々。今すぐフランスへ飛んでいきたい。はい、到着しました。熊谷です。ちなみにこちらがパリ、そしてこちらが熊谷。思い込めば大して変わりませんよね。はい、そんな感じで岩瀬さんに到着です。フライというものが食べれるそうですよ。どんな感じなんでしょうかね。入ってみましょう。とりあえずアルコールは、基本的なものはありますね。ほっとしました。どれにしようかな。初めてなのでちょっと特製フライを注文してみることにしました。とりあえずちょっと歩いたんでビールで喉を潤します。営業時間11時から4時、お休みは水曜日のようですね。来ました。うわー、思ったより大きいです。特製フライの第680円。お腹がねペコペコだったんで大きい方を頼んでみたんですけど、結構思ったより大きかったですね。あ、紅生姜も入ってて美味しそうですね。ちょっとまず食べてみます。あ、これはね美味しいですね。なんかちょっとほんのりサクッとした感じのものが入ってますね。なんだろう、なんかフライのお店って餃子とか、ここ熊谷に何軒かあるんですけど、それぞれねお店によって味もいろいろね違うようですよ。はい、ついでにねこの焼きそばも他の方が食べてるのを見てたら美味しそうだったんで注文してみました。ちょっと麺が太めで、ソースはほんのり甘めな感じですかね。何気に食べたことのない味だったかもしれません。これ美味しいですね。いや、結構腹パンになります。ごちそうさまでした。さあ、ついでなのでねもう一軒フライのお店に行ってみたいと思います。こちら小山食堂さんですね。入ってみましょう。はい、こちら懐かしいです。何回かね来たことがあるんですよ。で、なんといってもねここのお店のゆるい空気ですね。ゆるい空気感。
ね、こういうお酒もあります。まずはちょっと氷結のね、無糖のやつを飲みながら、出来上がりを待ちたいと思います。さっきね、あのソース味のものを食べてたので、ここではあのニラ玉焼きというのが醤油味なので、今度は醤油味のフライを食べてみます。あ、ニラ玉フライね、ニラ玉フライですね。他のメニューはあのソース味のもあるんですけど、このニラ玉フライというのは醤油味になります。私ここでフライしか食べたことないんですけど、カツカレーとかも美味しそうだな。ここのフライはちょっとね、もっちりした感じで、この食感も私結構好きですね。いろんなお店のフライをあの食べ比べてみても楽しいと思います。いやー、お腹いっぱいになりました。ちょっとこの後ね、友達と待ち合わせがあるので、それまで少し、次のお店に向けて歩き回りたいと思います。はい、こちらホルモン焼き宝天、こちらも何度か来てるんですけど、今日久しぶりに来ました。さあ、こちら入ってみましょう。久しぶりです。わあ、このね、飴色の感じが変わってないですね。なんとなくね、落ち着くんですよね、ここが。メニューはこんな感じです。はい、お友達はホッピー、ホッピーはね、三霊ですね。私はチューハイを頼みました。ここのチューハイはね、甘くなくて、美味しいです。私の好みですね。はい、お肉が、もつが来ました。まず白もつ、かしら、タン、こちらのね、野菜焼きがね、これまた新鮮。ピーマンとキャベツはね、生で食べてもね、美味しいですね。一応ね、豚肉なので、まあ少し気持ちしっかりめに焼いて食べますね。美味しそうでしょう。でこの時はね、3人で行ったので、あのテーブルなんですけど、あ、これは頭ですね。あのね、カウンター席があるんですよ。でこの日もみんなカウンター席に座ってました。でテーブルの方は、この日は空いてたんですけど、私も一回カウンターの方で、飲んでみたいなって思いましたね。はい、こちら軟骨ですね。なんかね、カウンターは常連さんが多い感じだったかな。なんかでもすごいね、いい雰囲気でした。
この感じね。天井がね高いんですよここは。なのでね煙がもくもくしてても割とね上の方に行くので割とゆったりした感じで食べれます。こういうホルモン焼きって、まあ焼肉もそうなんですけど、本当になんかもう真剣勝負になりますよね。なんか自分の好みの焼き加減でね、マイお肉をこう育てて。食べるみたいなね感じで、でここはねチューハイ、私結構ここのチューハイ好きなんですよね。でホッピーも、サンレーホッピーで出てくるタイプです。このね軟骨もねコリコリしてていいつまみになります。なんかねここはやっぱりこの雰囲気ですね。このお店の都内で飲むのともね違う落ち着いた佇まいでねいいですよ。で一人だとねちょっと入りにくいっていうかね敷居が高い感じがあるんですけど、一回入ってしまえばもうそこはもうくつろぎ空間ですね。この昭和な感じで落ち着いて飲める熊谷はね良い街ですよ。さてもう一軒はしごしていこうかな。いつもご乗船ありがとうございます。高評価ボタン、コメントもお待ちしてます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。